ミカサたちはエレンとヒストリアの身代わりとして拉致されたジャンとアルミンを救出し、その場に実行犯たちを拘束すると、リヴァイと合流すべくトロストクへと向かうが、銃声です。ほら、何発も鳴ってますよ。やっぱ何かあったのか。多分あった。兵士長からの伝言はこう、これからは巨人だけじゃなく人と戦うことになる。あ、それって人だと。おい、エレンたちだ。馬車を追うぞ。はい。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。奴らは偽の馬車まで用意してやがる。片っ端から確認していくしかねえようだ。3回しろ。手分けして馬車を探すぞ。深淵だ。馬車を見つけたのかもしれない。いいか、相手が人でもためらうんじゃねえぞ。こいつらが邪魔で馬車を探せねえ。悪いが援護を頼む。馬車はここからは見えねえ。こいつらはただの石膏らしい。まずいよ、完全に後手に回ってる。僕たちの動きが読まれているのかもしれない。片付いたか。助かったよ、ミカサ。早くエレンが乗った馬車を探そう。深淵弾を確認。馬車を見つけたのかもしれない。エレン、すぐに助けるから。じゃん、何を迷っているの。人と戦うのが怖い。怖いとかじゃねえよ。まま連れ去ろうとしてる。あの場所は僕らを混乱させるための偽物だ。くそ、待ち伏せしてたのか。誰か応援来てくれますかね。エレンとヒストリアを失うわけにはいかない。たとえこの手を汚しても。相手は俺たちを殺そうとしてるんだ。情けをかける余裕なんてねえ。ありがとうございました。もう死ぬかと思いましたよ。すまない、離脱する。ガスと刃を受け取ってくれ。Oh!
お母さん、ね、あっ、あっ、敵だ。こんなところにもいるのかよ。この状況まずいだろ。ありがとうな、助かったぜ。もう戦えない。このガスと刃は君に託すよ。道から内門に向かっている馬車がある。そいつが本物かもしれねえ。俺はここまでだ。馬車を追うならこのガスと刃を持って行ってくれ。ここで死ぬんだ。随分と大掛かりじゃねえか。よほどエレンとヒストリアが欲しいらしい。俺が必ず連れ戻してやる。私からエレンを引き離すなんて許せない。冷静になるんだミカサ。大丈夫、僕たちならきっと取り戻せるよ。この辺りの敵は片付けた。エレン、エレンはどこなの？見つけたぞ、馬車はあそこだ。アルミ、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。動くな。まずい。アルミ、ジャン。エレンたちを奪われたリヴァイ班は対人制圧部隊の追跡を逃れ、一時潜伏することになった。どうした？いえ、わからないことがあって。僕が撃とうとした時、相手はすでにジャンに銃口を向けていた。なのになんで先に撃ったのは僕なんだろう。それは相手が一瞬撃つのを躊躇した。そうだろう。僕が殺した人は優しい人だったんだろうな。僕はすぐに引き金を引けたのに。お前の手は汚れちまったんだ。新しい自分を受け入れろ。引き金をすぐに引けたのは仲間が殺されそうになっていたからだ。お前が手を汚してくれたおかげで俺たちは仲間をなくさずに済んだ。ありがとう。兵長、俺
人と戦うなんて間違ってると思ってました。でも間違ってたのは俺でした。次は必ず。ああ、お前がぬるかったせいで俺たちは危ない目に遭ったな。申し訳ありません。ただしそれはあの時あの場所においての話。何が正しいかなんて言ってない。そんなことはわからないからな。お前は本当に間違っていたのか。え、アルミンとジャンを倉庫に拉致したのはリーブス商会の者たちだった。リヴァイ班は商会の会長ディモリーブスと取引し、彼の協力のもと中央憲兵を捕らえる。尋問の末、レイス家こそが真の王家だと知った一行は、憲兵団による捜索の目をかいくぐりながらエレンたちの行方を追い、レイス領へ向かっていた。その道中、憲兵団の一員として捜索に来ていた二人の憲兵と遭遇し捕獲するが、憲兵に変装して検問を突破し、エレンたちが運ばれた場所を探り出す。こんなことしか思いつかねえとは。ストヘスク憲兵支部所属、マルロ・フロイデンベルク二等兵、同じくヒッチ・ドリス二等兵、お前らの処遇だが。あんたたち南方訓練兵団出身なんだってね。兄と同じ。あいつがあの日以来見つかってないのは、巨人にぐちゃぐちゃにされたからでしょ。潜伏してた巨人の正体がアニ・レオンハートだったからだ。え？この世界のことを何も知らねえのはみんな同じだ。壁の中心にいる奴ら以外はな。協力させてください。この世界の不正を正せるなら何だってやります。ダメだ。お前に体制を敵に回す覚悟があるかなんて俺には計れない。行くぞ。二人をこの辺に拘束しろ。兵長、俺が。任せる。ここで見たことは忘れるよ。そりゃそうだ。ここで死ぬんだからな。お前らを信用できるわけねえだろ。俺の銃の方が早い。待て、俺は味方だ。じゃあ俺にナイフを渡してみろよ。それができたらお前を信用する。あんたが命を懸けて戦い続ける限り俺はあんたを信じる。お互い半端もんで助かったな。お前の覚悟は証明できた。これなら兵長も納得する。俺たちに力を貸してくれ。
エレンの硬質化能力により洞窟の崩落から逃れた一行は礼拝堂の外でハンジやアルミン、エルヴィンたちと合流した。つまりエレンの中にある巨人の力、仮に始祖の巨人の力としようか。これはレイスケの血を引く者が持たないと進化を発揮できない。しかしレイスケの人間がこの力を得ても初代王の思想に支配されて人類は解放されない。俺をあの巨人に食わせればロッドレイスは人間に戻る。あとは初代王の洗脳さえ解ければ道も見えてくるはずです。始祖の巨人の力については未知な部分が多すぎます。ロッドレイスの洗脳を解ける確証もありません。むしろ彼らから始祖の巨人の力を取り上げている今こそ千載一遇のチャンスなんです。エレンのお父さんはきっと初代王から人類を救おうとした。姉さんから力を奪いレイス家の子供たちを殺害したのもそれだけの選択を課せられたから。レイス家の血がなくてもきっと人類を救う手はある。だからエレンに地下室の鍵を託した。私もそっちの選択に賛成だけど、いいのかい、ヒストリー。君のお父さんを殺すほかなくなる。エレン、私あの時巨人になってあなたを殺そうと本気で思った。人類のためなんて理由じゃなく、お父さんに嫌われたくなかったから。でももうお別れしないと。壁上に這い上がったロッドレイス巨人を撃ち、父と決別すべくヒストリアは戦いに身を投じる。あの巨人をオルブドクへ入れてはならん。壁上固定法で何としても奴を仕留めよ。私も戦闘に参加したいんです、団長。どうか。君の考えは理解した。許可はできない。もっとも私のこの体では止められない。同じ部位を狙って集中砲火を浴びせる。指示した部位に向かって砲撃せよ。右腕を狙え。左腕を狙え。目標に当たったみたい。聞いてるといいんだけど。もう止まって。撃てる。どう、砲撃は効いてるの？セミの小便よか効いてるようだ。巨人は待ってくれないぞ。お天急げ。右腕を撃て。左腕を撃つんだ。
待ってくれ。絶対に壁の中には入れない。巨人の前進が止まらない。全く効いてないのか。撃てー。よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。俺の育った街が終わりだ。下がってろ、中道兵団。あとは俺たちが引き受ける。サシャ、アルミ、二人で息を合わせて巨人の両手を同時に狙うんだ。了解です。私が合図を出しますから、アルミは合わせてください。行きますよ。やったぞ。手応えありだ。サシャ、もう一度やってみよう。今のままだと高温で近づくこともできない。アルミンとサシャに頑張ってもらうしか。二人とも、もう一発食らわせてやれ。こいつ、図体の割に腕は細いもんな。攻め続けてれば、そのうち。今です！攻撃！聞いてるぞアルミ、もう一押しだ。あの程度の爆発でも両手に同時に当たりさえすれば。今です！攻撃！やったか。機動でとどめを刺せ。これほどの巨体で本体は縦1メートル、幅10センチの大きさしかない。本体は飛散した肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して本体にとどめを刺せ。これは私の果たすべき使命。自分の運命に決着をつける。お父さん。くそ、どれだ。ヒストリア。団長、わがままを言って申し訳ありません。
でも私、これが初めてなんです。親に逆らったの。私が始めた親子喧嘩なんです。私はヒストリア・レイス、この壁の真の王です。